はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はサントリーのチューハイ。ザ・カクテルバープロフェッショナルの、モスコミュール味。アルコール度数 7%。ライム果汁が 1% 使用。これあれかな、カクテルパートナーのパクリみたいな感じかな。ついにたどり着いたプロクオリティ。ジンジャーが効いた理想のモスコミュールを実現するために、白樺と、畜炭で磨いたクリアなウォッカを使用。原材料名が、スピリッツとウォッカとライムとジンジャーシロップと、糖類と酸味料と香料と、カラメル色素と炭酸ガス。そもそもカクテルのモスコミュールってどんなやつだったかもう覚えてないんだ。どんなのとか。ジンジャーエール。まあ、俺が覚えてないってことは大して美味しくないってことやね。自分で、好きじゃないってことで、モスコミュール。そういうことっすね。うまかったら確実に覚えてて作るんで。あー、ジンジャー。モスコミュールちょっとググってみるか。モスコミュール。完璧。ああ。ウォッカを 45cc に、ライムジュース 15ml に、ジンジャーエールがフルアップ。だって。俺あんまり、ジンジャーエール使うカクテルってあんま好きじゃないんで。ジンジャーエール使うカクテル好きじゃないんだよ。サントリー。サントリーの、カクテル。あ、これのジントニックも出てるみたいですね。あれ、俺ジントニック買ってなかったっけ？まあ、ジンジャーエールと、ライムと、あとウォッカ。ジントニックと、モスコミュールがあるみたいです。あれ、俺ジントニックも買ってないの？あれ？あれ？俺ジントニック買ってないな。多分。買ってたっけ？ジントニックは買ってなかった気がする。目指したのはプロが作るバーの味。原酒や製法にとことんこだわり、バーテンダーが作るプロの味を再現しました。プルタブを引くだけで、そのバーがあなたの行きつけに、ザ・カクテルバープロフェッショナルにようこそ。ってことはあれか、これ期間限定じゃなくてもう通販で通年販売するか。ですね。ああ。ウォッカの香味とジンジャーの香りを表現。原酒に選んだのは、国産、米原料かつ、白樺と畜炭で2回ろ過したこだわりのウォッカ。厳選した生姜エキスを用いることで、ジンジャー本来の香りをしっかりと引き出しました。雑味のないクリアで豊かな風味はまさにバーテンダーが作ったあのテイスト。
結構こだわっ、公式サイトは結構こだわってる。ちなみにこれのジントニックは、ジャパニーズのクラフトジンを使われてるらしいですね。6っていう六角形の瓶のやつ。これ見たことあるな。なんかやけに高いんだよ。6000円ぐらいするから買ってねえんだけど。うん、まあ。まあ、うめえかって言われると、まあ、普通ですね。特に、うん。特に俺が何も言うことはない。特に言うことはない。もう普通にモスコミールじゃねって、普通のモスコミールじゃねって、2333です。ご視聴ありがとうございました。